休日の一コマを今日は撮っていきたいと思います。あいにくの雨なんですが、今日の一つ目はパーソナルジム。頑張るぞ。何じゃ。あ、はい、汗がやばい。タオル持ってきます。すいません、タオルもお借りします。ボスティさんでパーソナルトレーニングをやってます。私のこのたるんだボディに鞭を打って痩せてやりますよ。2ヶ月でどうしましょう。よっしゃやった。じゃあ年内にいいボディになれるってことですか。そうです、年内です。なので、1ヶ月で3キロずつ落とします。はい、1ヶ月で6キロですね。はい、はい、見てください、この気合。そして肩を返して肩甲骨をして、この腕を近づけていきます。こんな感じでグッと締めまして、息止めますので、グッと息をして、やばくないですか、汗。ただこう使ってます。ありがとうございます。アベトレーナーにお世話になってます。止まって、どんどんいきましょう。はい、じゃあ、タップ受け回っていただいて、はい、楽しみに行きましょう。やばない、やばない。さあ、せーの、これ3、1、前なら A、バトルして、わー、めっちゃ効いてる。中でゾンビ、1、前なら A、行け、ゴール、どの辺使ってからします。あ、OK、ひともたくします。はい、なんかこのついてる脂肪のところ、そう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 、ここ気になるところですよね。そう、一番気になるところ、これこれ。よし、あ、やっと効いてきたって感じ。重さ持って、もうちょっといいですね。いける、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 ちょうどいいって、どのぐらい、重いぐらいがいいですか。後半きつくなってきたなぐらいがちょうどいいです。あ、フォームが崩れるからそうか。ここぐらいいけそうです。はい。ってことは眠ってる筋肉はあるってこと。でもない。まあ筋肉はまあまあ使ってないのは低下しますけど、まあ、使ったからまた戻ってきます。よし、戻ってこい。戻ってこい。背中の強さに。うう、めっちゃいい感じ。いい感じですか。はい。ここでもう一セットいい。肩を下げて首を長くして、親指はここで外します。で、脇を締めます。せーの、肘を腰のあたりに。あ、これこれこれ、ギュッといきます。ギュッ、肩すくまない。そう、どうでしょう。背中、私の横横の背中を、はい、オッケー。パーソナルトレーニングが終わってプロテインをもらいました。抹茶プロテイン、美味しい。ということで、ここからはエステの方に行って体を癒していきたいと思います。イエイ。続きまして、エステ、いつもお世話になってるのりこさんのエステ、ビューティースタイリングに、かわいい秋モードですね、やってきました。トレーニングの後、このエステで癒されたいと思います。あ、いい匂い。お邪魔します。こんな感じでエステに来ました。ヒートマットで汗をかいて、その間に EMS を当ててもらって、そこからゴリゴリに送信してもらいます。ジムの後のエステ完璧だ。急に紹介するっていう結構前からお世話になってます。バリバリ、やばい、痛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 い、見てた通り優しいです。でも優しいんですけど、あのね、私が悪くしてきちゃうから、いつも体の状態を。なんかのりこさんは本当歩くパワースポットですよ。じゃあパワー注入しときます。お願いします。撮影の前にいつも駆け込んで本当にやってもらって、ギャーギャー騒いで誰よりも騒ぐね。はい。本当にゴッドハンドです、のりこさん。よかったです。ぜひ女の子は来た方がいいですね。本気で変えたければ。そうそうなんですよ、本気で変えたければおいでっていう感じの。
サロンなんですよ。ビューティースタイリング。先生がいたの、ありがとう。じゃあここに出しておきますね。場所と。可愛く撮ってね。可愛いですよ、ほら。本当？可愛い。なんかあの髪でボッサボサで。ボサボサじゃない。ちょっとあの美肌効果ついてる。痛すぎるー。やばい。大丈夫ほら。どこからそんな力が湧き出るんですかっていう。力ないからほら。そう、吸ってるだけじゃん。力入れて、痛い。美ボディにね、しなきゃだからね。いつも撮影の前に来て、ここに来て、次の日ワンサイズダウンしてるから。いい体で撮れてる？そうなんですよ。素晴らしい。ありがたいことに。おケツあげときます。ありがとうございます。大事なおケツを。大事なおケツを。来るか来ないかで、本当に差が激しいので。サボってる時やばいもんね。やばい。サボってきた暁にはもう叫びすぎて死ぬかと思ってる、死ぬかと思う、いつも。のりこさんのこの腕前じゃない、うん、見せたいんですよ、それを。秘密。見せちゃうね。いいよ。なんか肩こりとかも一瞬で。そうね、片頭痛も引くしね。そう。じゃあ神の手見せてあげよう。本当に、カメラめっちゃ揺れた。やばいんですよ、そこみたいなところ疲れた。今だなだな。画面揺れすぎなんだよ。画面揺れすぎてよってことすみません。でもなんかピンポイントで。なんだそれ。やばい。本当にピンポイントでやってもらえて。って言われるようになった。でもじゃあもっと作ろう。はい。めっちゃ仕上がった気がする。かなりいいと思いますよ。まあ神の手使っちゃったんで。はい、さすがのりこさん。どんな終わり。本当にありがとうございます。このようにエステとは臨場感があるものです。めっちゃ臨場感、ね。エステの概念が変わる。臨場感満載。満載です。これ最後ちょっとだけ温めるね。はい。ラップに巻かれてヒートマットでたくさん汗を出します。これを絞り取ります。これをやらなきゃ二次元ボディはできません。のりこさん、ありがとうございます。はい、またお願いします。はい、ありがとうございました。最後蒸しちゃいます。はい、蒸されていきます。はい、汗出ました。汗やばいです。やった。ちょうど今撮り始めた。汗がやばいっていう動画を。やばい、ね、失礼しました、そんな時。めっちゃいいタイミングです。暑いです。私の描いた汗、めっちゃたくさん描いてます。わーい。続きまして整体にやってきました。フィラメント、はい、ジムの後のエステの後の整体です。ここでゴリゴリに体の歪みを取ってもらいます。二度腕です。
見てください。はい、ということで今日の私の Vlog、 休日の Vlog 終わりたいと思います。チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。こんなお休みを過ごしました。じゃあねー。せっかく素晴らしい休日だったので夜ご飯はサラダで締めました。インスタグラム、ツイッター、TikTok、 LINE、 YouTube チャンネル登録よろしくお願いします。